ですよね。そうですね、もう本当に貴重で、貴重で、僕にとっても本当に嬉しかったです、はい、どうもありがとうございました。三輪捕手に伺いました。放送席どうぞ。です、ね、あのヒットでいいっていう場面で安藤さんうなずいてらっしゃいましたね。あのヒットでいいっていう、これはスライダーうまく打ちましたよね、というのを要求されますんでね、逆に、まあ、あの佐久間さんもね、三振。この若手のピッチャーっていうのはチャンス掴んできますからね、はい、ね、1勝しかできなかったんですよ。ああそうですか、いやいや、あの中で、はい、ミニキャンプみたいのやったんじゃないかなとは思うんですがね、ただ今日の